仕事ではあるんですが、もちろん国民の声を直接聞くということで、私も今日は10時過ぎには来てですね、電話の対応もチェックしたり、コールセンターの職員の今指導をですね、直接行う方向で今こう言っております。やっぱりね、政治家、国民の声を聞くっていうのが一番のこれも基本中の基本、原則中の原則です。まあ僕自身も電話番号公開していまだに毎日おそらく10件から多い時で30件ぐらい電話出ております。本当勉強になります。もう本当ね、タイムリーな状況が、まあ、特に生活困窮されている方の声が直接来ますので、まあ、ね、電気代が払えなくて、昨日も電気ガス止まったっていうのがあって、立花さんのところに、1週間前にガス代の振込書送ったんですけどって来たんですけど、届いてないなって調べたら、秘書とか止まってたんですけど、でそれで、どうぞって書くか、ここからセブンイレブンが入ってしまうんですけど、7時45分に間に合って、2万3000ほどのガス代払ったら、まあ、ガスが復活したというようなお話があって、僕、当然僕一人で対応できないので、昨日だけでも70件ぐらい電話あったのかな。72件ね。まあ、ね、12時間で72件っていう数字で分かる通りですね、まあ、1時間あたり、まあ、6件ぐらい、まあ、10分にこれになってくる。まあ、今日も見てると多い時4回戦ぐらい一気に来てたから。午前中28件。でしたっけね。うん。ぐらい、だから、3時間で28件来てるので、我々の役割っていうのかな。まあ、NHK の相談が僕のところにかかってくるのはもう最近はほとんどないですね。2割ぐらいかな。5件、2件ぐらいかな、ここにかかってくるのは。ほとんどはその NHK のこと以外の相談のことがかかってくるような状態ですけども、まあ、いずれにしても NHK 党としては、まあ、国政政党で唯一のコールセンターを設けている国民の声を直接お伺いするということをですね、これからも売りにしていきたいということであります。コールセンターの体制が本日は昨日から変更になっているというのがまず一つ目のお知らせです。NHK のビジョンを変えなければならない。この声